こんにちは、川田です。大倉誠の資産形成塾、大倉さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は前回のものを受けてのお話ですね。そうですね。あの前回、まあ今我々があの株式のサイクルのどこにいるのかっていう話をしたと思うんですけど、はいえー、理解する必要があるって話をしましたけれども、今日はその株式サイクルについてのお話を少しできればなと思います。お願いします。 え京都からえやっております大倉です。本日もよろしくお願いします。で、えー、まあ株式相場というかですね、株式のサイクルを考える上で、まあ本当にここはもう基本あの基礎の基礎みたいになるかもしれませんけれども、もう一度この辺りを皆さんと確認できればと思います。で、あのまあ相場というかですね、別に相場をやるっていう言い方は私はあまり好きではないんですけれども、うん、え相場動向を考える上で。 やっぱり自分なりの,その、まあ、今後、株式市場がどうなるのか、展開を考えていく必要は当然あるとは思うんですよね、いくら長期投資といっても。はい、それでまあ自分なりでに、いわゆるロードマップみたいなのを持っておくといいと思います。で、株式相場っていうのは、だいたい4つの局面でなるっていうふうにえ言われているんですけれども、まあ、この呼び方はいろいろあるんじゃないかと思いますが、だいたいこういう展開になると思うんですよね。あのまあ、大底からのの立ち上がりこれは流動性相場で、はい、その後 業績相場への移行キーとして、まあ、調整相場が一旦あって、その後業績相場に移って、でこれがピークを打って、えー、ベアマーケットになって終わると、大体どうでしょうかね、あの短いサイクルであれば、四、えーまあ、5, 5年、長ければ10年というふうになるかと思いますが、それはこの業績相場の間で、えー、途中で一旦 えー、中間反落みたいなのがあるからそういうふうになると思うんですね、私は大体このワンサイクル10年ぐらいで考えています。それぞれのフェーズについて少しお話しできればと思います。 まあ流動性相場、まあ、これ、英語で言うとリクイディティドリブンマーケットというような言い方をしますけれども、えー、景気とか企業収益が、えー、後退期から底打ちに向かっていくようなところですね、うん、ここでは当然、景気がすごい悪いところなので、えー、金融政策が発動されて、まあ、金融緩和が発動されるわけですね、まあ、今回なんて本当にと,あのとんでもない流動性が市場に供給されているわけですけれども、それによって、えーまあ、いわゆる PR だとか、そういうバリエーションが大きく切れ上がっていく。 拡大していいくフェーズ、まあ、これが流動性相場だと思いますで、えー、その次に一旦反落というかですね調整相場っていうのが一般的にはかむと思うんですよねその,その次に業績相場に移行する前のところですよね、うん、この局面では景気とか、えー、企業業績っていうのが、えー、回復しているところまあこれがあるがゆえに例えばその金融相場から業績相場に移行する時にその 中央銀行が金融政策をです、ね、緩和から中立化に向けていくようなフェーズになるのでそれでマーケットはそれを警戒しながら展開していくので一旦変動性が高まり場合によってはある程度の調整を見るということになると思います。 まあ当然、それまでバリエーションはえ大きく切り上がってたわけですけれども、市場が調整することによって、一旦若干縮小すると、当然、金利が上がっていく局面なので、PR にとってはマイナス要因ということになるので、一旦縮小ということになると思います。その後業績相場、アーニングス・リイブン・マーケットですね、こちらに移行していく、当然、この局面では景気とか企業収益は拡大、成長方向にあるわけですよね。 で金融政策は中立からこの景気がどんどん良くなるにつれてその引き締め、まあ、要はもしそこでインフレ懸念みたいなのが出てくればって話でしょうけれどもそうすると引き締め方向に向かっていくとでバリエーション、この PR なんかで見るとこちらはどちらかというとですねマーケットは上がるんだけれどもそれは企業収益によってドライブされているのでバリエーション自体は安定あるいは縮小していくというような方向になると思います。 で最後にこの景気、えー、弱き相場、ベアマーケットを迎えて、当然、景気はです、ね、原則から後退、まあ、最後の,その10年サイクルのちょうど、えー、後退期に当たるところになると思うんですけれども、えーえーまあ、景気企業収益は原則はないし、後退に向かっていく。で金融政策は 今度逆に引き締めを、ベアマーケットの頭のところはまだ引き締めフェーズかもしれませんけれども、えー、景気がどんどん後退してくるにつれて中立化に向かっていくとでバリエーションは当然どんどん切り下がっていく、まあ、こういう展開になるんじゃないかと思います。うん それで株式市場のですねロードマップを若干、現実的にはこういうふうにあの修正して考える必要があると思うんですね。この特に業績相場と弱気相場のところですね。業績相場っていうのは景気が本当に息の長いものになってくると、間で一旦 こういうような中間反落みたいなものを、えー、かませると思うんですよねおそらくこれが長くなると、えー、景気が一旦あふわっと上がっていく中でまあ、在庫もある程度は積み上がっているのでそれを、えー、調整するような局面というのが、えー、おそらく出てくると思うんですねまあ、それは金融政策が若干その中立から引き締めになる中で景気も一旦、えー、若干減速していくっていう,ような部分もあるんじゃないかと思いますが、うん、そういった意味で中間反落を、うん、見て ただやっぱり景気は強いよね、企業収益が伸びてるねということで最後のラリーを見ていく。で、い、えっ、ー、ピークアウトすると押していくんだけれども、あまあ、そのコロナのと,ところの弱気相場というのは本当に一瞬のことではありましたけども、通常はこれはやっぱり、えー、10ヶ月とかであの1年ちょっとかかるわけだと思うんですが、その間では一旦中間半島というのもいますよね。ここ,こで騙される人が 多いわけですけれども <laughs>、えー、一旦ここで掴んだんだけど、最後のこのどーんと下がっていくところで。えー、あ、あららっていうふうになって、最後投げちゃうっていう話になると思うんですが。あの、まあ、こういう中間半島っていうのをかませる。まあ、これが一般的な展開になるんじゃないかと思うんです。あの、<で>前回の、あの、リーマン、クライシスの時も、その、そういうところあったんですかね。あの、僕は覚え今思い出すと、二、丸七年の秋に。 株式のピークあのつけてるんですけど、その後下がって一回戻って九月えっと二千九年の三月までに底を打つまで二千八年はまな落の底に落ちてったんですよね。そうですね。あの時となんか思い出したなと思ってですね。そうですね。一般的にはだからその今回のコロナみたいな調整ではなくてある程度の期間があるとするとやっぱりいい,、はい、い,い加減下がっ

まあその前のところから考えたらいいと思うんですけど、ここがまあリーマンの大底ですよね、リーマンショックの。それで流動性相場で一旦戻って、で、調整相場を終えて、2015年ぐらいでしたかね、にピークを打って、若干押すところがありましたよねまあ年。2015年は1年通してみるとフラットでしたからね。だから下がるかどうか分かんないけれども、まあ、結局モメンタムが低下していくから。 ラリーを見るとで、はい、ところが今回のは2019年にかけては本当だった本当もそばなんで本当もおそばはないんですけれども、ええ、あの景気の減速を見てたんで本来だったらまあ下がってもいいんだけれどもなんかうまくラリーが続いてわり、えー、とこのき業績相場の期間が長かったと思うんですよね。で2020年に入ってで コロナがが起ここってこの落落ちち方が垂直的にでこれなおかつ通常の,あの景気のです、ね、こういう減速というか景気のサイクルとは関係ないような落ち方をしたのでまあその,その経済がどうなるかわからない云々もあってすごく流動性を供給したので流動性相場の上がり方も 通常だったらこういう風うな形で上がっていくところが思いっきり切り返してで高値をはるかに超えてしまったというのが今回のパターンなんじゃないかなと思います。なるほど。まあそれでじゃあ現在は、えー、どの位置にいるのか。まあもちろんその流動性相場の中にまだいるのはいると思うんですけれども、えー、その相場言ってもですね、流動性相場のど真ん中というよりはやっぱりあ後期の方に。 入ってきてきると思うんですよね。でうん、おそらく、河、ま、タ、あ、さんのチャンネルを見ご覧になっている方は、まあ、そんなん分かってるよっていう,うな話かもしれませんけれども、まあ、なぜかというと、やっぱりその、まあ、後期である理由っていうのは、やっぱりそのテーパリングが、えー、視野に入り始めているとで、経済も割としっかりしているので、インフレ率、インフレなんかもですね、少し強く出てきている部分があると思います。まあ、もちろんこれはさあの サプライチェーンとディマンドの需、まあ、給の問題で短期的にそのインフレ率が高くな見えるような部分はあるかもしれませんけれどもやはりその FRB のメンバーにしても FMC のメンバーにしてもそのテーパリングをです、ね、織り込まそうとしているような動きになってきているというのはうん、うん、やはり次の、えー、景気の拡大期に向かいつつあるということなんだと思うんですよね。そそうういいい意味ではいずれそんななにに遠くない将来に、えー、先ほどの えー、ロードマップで見ると、この、えー、移行期というか、ですね、えー、調整相場に入ってくっいくところも、すね、うん、すでに織り込み始めているというふうに考えていいんじゃないですかね、まあ、そういう意味で、実際にその市場参加者もだんだんそういったことに神経質になって、市場の変動性が高まっていると、まあ、ボラティリティが高まっているというふうに言えるんじゃないかと思います。 でじゃあ、どれぐらいのタイミングでっていう話になるかと思いますけれども、やっぱりその秋口に向けて、えー、それが起こるんじゃないかなと、うんえー、思います。で、まあ、コロナショック以降の今までのですね上昇相場の中で、何度か、えー、調整を見てきて,、ま、きてますけれども、えー、その中でいうと、最も大きかったぶり、あるいは、えー、それ以上の下落になる可能性もまあ否定はできないと。まあ、S 前前回回のお,はん、えー、お話前回 えの動画でお話しましたけれども、まあ SP500 でいうとまあ3800ぐらいというのはあってもおかしくない、うん、まあここから10%ぐらいというのは10%だと。で、まあ、その理由としましては、やはりまあ先ほどぐらい申し上げてますけれども、まあ景気の動向がよりしっかりしつつある。んまあもちろんその ワクチンをの接種率、特にアメリカではもうすごく高まって,高まっているので、ほとんど結構終盤だと思うんですけれども、それを受けても街中には人いっぱい出てきているような状況だし、でまあ、インフレ圧力も少し短期的には高まっているような状況があるということで、金融政策がやっぱり、まあ今年の後半というよりは来年だと思いますけれども、それを真剣に FRB も考えるような局面に入ってきていると。あとは もう一つやっぱりアノマリーですよねその結局相場の組み立て方においてそのアノマリーっていうのをやっぱり無視している人っていうのはあんまりいないと思うんですよね。ファンダメンタルズっていうのはある意味で後付けなのかもしれませんけれどもまあそのちょうどアノマリーで言えばやっぱりえここからは一旦サマーラリーを見るかもしれませんけれどもその後9月からまあ場合によっては10月にかけてえ少し大きな推しがあってもおかしくないんじゃないかなというふうに 私も思いますただそれでですね一つ、えー、そうは言いながら気になるのはそう,言ってる人そういうふうなことを言ってる人は案外多いんですよ、ね、<laughs> そうでも分かっててもそれでも来ると <laughs> そうですね分かってても来るのかみんなが分かっててそれの準備できているから来ないのかそれは分からないけれども、うん、心の準備としてはそこであの押すことを考えておいた方が実際に押す。 押してですねそれを知らないかったらパニックになると思うんですけれども、うんうん、まあそれを心の準備しておけばまあ、10%下がってもなんとか持ちきれるんじゃないかなというふうに、えー、思いますまあ、それよりも本当にもう一つ言うとですね私なんかはが気になるのは実際業績相場に移った時に えー、今まで以上にやっぱりメーカー選択難しくなると思うんですよね今までは割と相場行っても、まあ、結構中で大きなローテーションがあったのでそれはそれで非常に難しかったですけれども,もう次の,その業績相場に行った場合っていうのは。 えーまあ、マーケットのリターンもですね今までみたいなリターンは多分得られないと思うんですね、もうちょっと上昇のペースは緩やかになってくると思うんですが、そういった中で、どういう戦略を立てていけばいいのか、まあ、そこの部分が、まあ、ちょっとこれから考えなきゃいけない部分なのかなというふうに、えー、思っています分かりました。大倉さんあありりががととううごござざいいまま、はい、ますすしした失礼します